神に愛され召された井口、白い山に消えていった命、誰より美学を磨いてきたのに容赦ない山のガットの仕打ち、自分に媚びずに引くに引かずに無言で与えたリアルな気づき、最大のリスペクトを送るぜ R.I.P. 井口。猫は大好き44歳チョコバニラボール洗いのチャンネル、略してチョコちゃんと愉快な仲間たち、よいしょー、なんにゃん、いやいや、今日はですね、はくみなんてね、はい、珍しいよね。いや、めちゃくちゃ珍しいです。そうですね。なんとチョコちゃんに出させていただけるなんて、ありがとうございます。ありがとうございます。で、赤川くん、はい、しもべです。そして、しもべです。そしてちいちゃん、ちいちゃん。なんですけど、はい、まずこう陥落、はい、ですよね。そうです。陥落スノーリゾート。陥落スノーリゾート。はい。はい、の、スクローバーパークというところです。はい。で、まあ、ワンメイク大会ですね。三人で。ビリの人は残り3人にクレープ。ちょっと待ってください、ちいちゃんは確定ってことですか？ちいちゃんも確定はい、もうパパ活女子なんで、あ、なるほど、はい、なるほど、物もらうことをもう得意なんで、もう 前提で、はい、ということでビリはで、チャンスは2本、はいはい、で、ジャッジ基準なんですけど、はい、ジャッジこの方です、はいはい、ちいちゃんが見て、ちいちゃんが、うん、ちいちゃんの基準、もう1位、2位、3位をもう独断と偏見で決めてください。あ、なるほど。ポイント分かんないですよ。いいのいいの、そういうの。うん、そう。そういうのいい。ただ、やっぱ、転倒はやめよ。転倒とか、着地後のライブとか。ちゃんと、ちゃんと回ってて、ちゃんと押してたら OK。そうそうそう。なるほど。まあ、正直でも分かんないね、本当に。いや、分かんない。それ、ジャッジ基準がね。ね。どこに重きを置いてるかで、また変わってきますもんね。あとでジュースを取ってあげる。あとでジュース。じゃあ、とりあえずね、2本。はい、2本やっていきたいと思います。練習ランなしです。はいはいはい。もういきなり2本ですね。もういきなりです。なるほど。いきましょう。いきなりです。私たちプロなんで。はい。やべえ。どういうトリックをされると抱かれたいですか？トゥイーク。トゥイーク。それあれじゃね、決め打ちで俺を殺しに来てるよそれトゥイークっぽい、なんかこうグイってこう反る感じが好きってことでしょ。のけぞってれば何でもいいんでしょ。あとレイト系とか。レイト系って、レイト系、シャキーンってやつね。そう、シャキーンって感じなの。あとはやっぱ 3D なるほど。じゃあ1本目のチョイスはちょっと間違えてたね。あ、分かった。千尋が俺に次何をやってほしいか分かったわ、はい、とにかく反っててシャキーンって反ってれば一番いいってことだ。シャキーンって反ってる。もしかしてそれ結構若ければ若いほど反れる、うん、かもしれない。あ、ね、そうするとちょっとこう、こう、そうだね、こうって言うじゃないですか。なってるかもしれない。こうって言うじゃないですか。そうさ、年齢とシャキーンで反っててかっこよければ、シャキーンって反っててかっこよければ好き。でもやっぱ形だよね。でもそれだけでもちょっと違うでしょ。それだけでも違うでしょ。ただ反ればいいってもんでもないでしょ。だってあとやっぱ持続性も大事だし、うん、あ、持続性ねどんだけ空中でね、そうそう、空中で長く、うん、空中でね、長く持続できるか。あ、確かにね、スタイルをね、うん、あの反りをね、反りを反り続けられるかをね、はい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 、緊急企画変更、はい、緊急企画変更、はい、さっきのは全部練習になります。練習です。めめめめ、ここの、はい、ボスであるね、はいはいはい、石川違う、右川敦さんが、右川敦さんが、はい、ですね、今リフトに乗ってくるらしいんで合流して、はいはい、もう正真正銘の一発勝負しましょう、はい、なるほど、はい、さあ来たぞ来たぞ来たぞ、陥落のゾーンが来ましたね。この俺が陥落一の老害石川敦さんです。ご無沙汰してます。ご無沙汰しております。今回はスクローバーパーク自慢のあの一発目の結果、あちらで自慢じゃないわ。一発勝負です。何？ワンメイク。ワンメイク。一発勝負です。一発勝負。はい。一発勝負。あれじゃないですか。やってないな。もうでしょ、もうそういう世界から遠ざかりすぎてて、全然やってない。もうちょっとたまにはやっぱひりつく緊張感。ねえ、欲しいじゃないですか。いや、欲しいっすよね、はい、やっぱ欲しいです。お、はい、やりましょうよ。決まってるのがジャッジがちいちゃんなんですよ。あー、オッケー。ジャッジとカメラマンがちいちゃんなんです、うん、彼女の好みに合わせてやってください。はい、じゃ、ということでオッケーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、順番決めましょうか。あ、そうです、順番。ビリが残り4人全員にクレープを覚えます。あ、ちいちゃんも含めた4人。そうそうそう、私はもう決まってる。最初はグー、じゃんけんぽん、あいこでしょ、あいこでしょ。私が、はい、
スマート行かせてもらいます。はい、スピード感わからないんで教えてください。行きます。さて何見せるのか。おー、あれが好みなんだ。どうなんですか、どうなんですか、今の。どうですか、今の。ジャッジ的に。いや、あえてノーグラブを選択して、派手さを演出だよね。うん。いただきます。行きます。さあ、タックンは何を見せてくれるのか。あ、フロント。おー。どうです？どっちに行く？どっち行くの？いや、俺はもう攻め攻めですよ。攻め攻めだよね。行きます、ドロップ。結果気になる。みんな立ったの？立ちました。あ、全員全員めくってます。あ、立ちました。じゃあまず3位から。3位から。3位から発表。順番決めなきゃいけないんだ。そう。カメラに集中してるんで、うん、みんなが何やってるかちょっとなんか。いいのいいのいいの、そういうのいいの。なんだろう、雰囲気だ。雰囲気しか分かってない。なんとなくそう。よかった。あ、なんかいい感じだったなっていう。あなたに多分正しいジャッジ求めてる人多分一人もいないから大丈夫。第3位は。ででん。シュータガンで。おおー、セーフ、セーフ。ちょっと待って、バックローデオだよね。バックローデオ、バックローデオ3位。バックローデオ、バックローデオ3位。セーフ。これ優勝かなと、これ優勝したかなって思ってた。やった、いいよね、さすが。これでも怒らないんだからいいんだよ。そうそう、これでいいんだよ。ナイス、これでいいんだよ。じゃあ続いて第2位の方。第2位の方。デン、デデン、チョコさんで。よし、よし。やっぱね、やっぱね、剃る、剃るのよ。あれ、剃ってるよ、だって。いや、まあ剃ってるんですけど。剃ってた。じゃあ、待って待って、じゃあ、1位とビリはシムス対決？シムス対決だ。シムス対決。シムスアンバサダー、アンバサダーがジャッジするシムス対決？さあ。さあ、どっちから行って、どっち行きます？どっち行くんですか？まあ、じゃあ、1位ですかね。1位か。1位ですね。じゃあ、流行る。一番1位。全くに。はい。シムス対決だ。うわー、これ負けた。優勝は、デン。デン。タケミさんです。よいしょだって変なスリーじゃん。変なスリー。気持ちは分かる。気持ちは分かる。あれですね、いきなり呼び出されて理不尽な勝負されてクレープを怒らされるって。しばらくセブンなんてしてねえ。結構頑張ってやった。結構攻めてる。いやー、負けじゃないなって思った。事故ったね。事故ったっすね、これは。行こうよ。行きましょう。じゃあ、そういえばね、ジャッキーズクレープだったね。はい、じゃあ見事平田匠さんの優勝で。よっしゃ、ありがとうございます。じゃあ、ジャッキーズクレープさんのクレープになりました。はい、じゃあ、あさっ、ごちそうさまです。ごちそうさまです。ごちそうさまです。悔しいね、やっぱり。しかもね、B7 だね。俺、タクミビリだと思ったんだけど。それ、俺もう、正直やられたと思ったんだ。だよね。でもワンチャン、あのシャキーンが効いてるかなとは思って。シャキーンしたのは分かってるんですけど、何やってたかはあんま分かんない。ということで、これは、もう大会名よく分かんないですけど、じゃあ、あの神田ツオープンね。神田ツオープン。神田ツオープンは見事、平田タクミさんの優勝。ありがとうございました。デーモン。
なが愛した矢田部のひとしバッツォバッツォッツァッツァ井口ドープでマジックなシックな命バダラオ忍者でのジャッツァッシュンどっちも引くことなく挑み一歩も引かずにライダー気取り業界沿った俺たちの気負い井口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 